しろ。ララララララし、バカスタッフちゃんを昇進させようかな。彼はステラと仲良くしてるかな。あれ、何やってらある？今のはいじめに違いない。そうだよな、ステラ。キュキュー、ほら、ステラもそうだよって。知れないのはお前、バカスタッフちゃんある。キューキュー、ふん、私の言うことに従わずチームの平和を何度も乱してある。バカスタッフちゃんは大きな罪を犯してある。キュ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 、お前がガオ様のそばで撮影してた時の苦労を鑑みて、今回は特別に勘弁してやる。ある。でもやっぱり罰を与えないといけないな。今日中にテストとして映画の脚本を一つ書く。ある。なんだって、ガオ様の悪口を言うな。テストはテスト。ステラ行く。ある。
私を呼んできてどうするつもりあるか。眠いな。もう、はあはあ、お休み前のお話あるか。ガオ様はもうお話を聞く子供じゃない。今は寝たいやろ。はあ、はい。で、テストは？あ、思い出した。あれ、忘れてない。これもテストの一部ある。一緒に聞くある。きょ。どこ？シド？化け物？逃がさないわ！この怪獣、どこかで見たような気がする。ある。キュキュッキュキュッ。わあ、スーパーライオン超かっこいい。おい、獅子高砲はお前に当たったね。早く倒れる。ある。余計の時間だ。開演の時が来た。救済を。指一本触れさせ。雨が。そろそろ。その背中に正義の魂が宿っている。地球の危機が迫ってる。獅子の少女が燃え迷わず影を切る。この世界に夢が。行こう。死体を見ても仕方ないだろう。この世界に希望がある。この全てを。私についてきてください。言わなくてもわかる。ある。怪獣は倒されてないだよな。
シュワガオ。スーパーライオンの変身の音ある。すごいよな。敵のターゲット一掃、行動継続。みんなに踏ん張る力を与えましょう。開演の時が来たわ。思う存分楽しんでいってちょうだい。そろそろ体を動く。雨が。その瞳は光り出す。その姿はそびえ立つ。
この背中に正義の魂が宿っている。スアライオ獅子の黄色今は蘇る。スアライオ闇を砕く。正義があなたの名前も呼ぶライオン。危機が迫ってる地球の危機が迫ってる獅子の症状が燃え立つ迷わず影を切るこの世界に夢があるこの世界に希望があるこの全てを守りたいライオンが突き進む苦しまなくていい。どうぞお先に。その力は火は砕く。その速さは風を切る。その心が太陽よりも熱く燃えている。その瞳は光り出す。処刑の時間だ。その背中に正義の魂が宿っている。スアライオ獅子の黄色今。ああ、大丈夫だ。スアライオ闇を砕く。正義があなたの名前を呼ぶ。ライオン、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 の危機が迫ってる。地球の危機が迫ってる。獅子の症状が燃え立つ。迷わず影を切る。この世界に夢がある。この世界に希望がある。この全てを守りたいライオンが突き進む。星の明日のため、スタービーストを倒せ。必殺。待て、ストップストップ。なんでそんなことになったのか納得できない。結末はこうなったはずなのに。スタービーストを破った後、スーパーライオンはもう一度手を差し伸べた。ある、もう一度私の親友になって一緒に町を守らないか。キョ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 。いやだいやだ、私の結末の方がいいね。スーパーライオンとスタービーストはまだ友達ある。よくやった。戻ったらお祝いをしてやろう。局長、オリバーのこと。おい、バカスタッフちゃん、お前が言ってた怪獣はステラのことだって
わかってる、アル。いつもいたずらをしてるから、お前はステラを嫌ってる、アルか？ステラは聞き分けのない子だし、いつもいたずらをしてるのはわかってる、アル。私のせい、私がちゃんとしつけなかったから、ある。でもステラはまだ小さいし、家族とはぐれてしまった、ある。教えてくれる人がいなかったから、いたずらをするようになってしまった、ある。これからガオ様はステラの家族になる。ガオ様はずっとステラと一緒にいて、ちゃんとしつけをして守ってあげる、ある。キュー。ステラが絶対に怪獣にならないことをガオ様が保証する、ある。だからもうステラのことを怒らないであげて、いいか？いいよな？ありがとな。もうお前にいたずらしないよう、ちゃんと言っとく、ある。ステラ、今後はいたずらしたり、バカスタッフちゃんに迷惑をかけたりしてはダメ、あるよ。二人とも撮影チームのメンバーだから、仲良くしないと、ある。キュ。よし、ステラは謝った、ある。ふい。ガオ様は寝るね。